こんにちは、あきです。今回は皆様お持ちの 200mmF3.5 で撮った写真の紹介です。今回使ったレンズはなんと3本あります。見てこんなにある。皆様の家にも 200mmF3.5 なら何本かあると思うんですよね。ないかな？あるよ。あると思うんだ。だから今回はこの3本で撮った写真を並べてって本当はしたいのだけれど、私にそんな厳密な比較を求めないでほしいから、だからまあそれぞれ撮った写真を見て、ああだね、こうだねって言っていく回になります。まずはメジャーなメーカーから。これはミノルタのオートテレロッコール QF200mmF3.5 という単焦点レンズです。このレンズはミノルタの SR マウントの頃のもの。まあ、MC でも MD でも今となってはマウントアダプターは同じですけれども、かなり古い世代のロッコールです。最短撮影距離 2.5 メートルというのは今になって思えばかなり遠いなって思う距離ではありますけれども、この世代のレンズとしては標準的な距離です。重さは 800g 弱ぐらい。まあ重いよね。かなり重いと思う。単焦点で、まあ F3.5 だから別に明るいわけではないレンズとしてはかなり重いと思います。まあこれもね、現代の価値観ではというところなので、この世代だったらまあこんなものなのかなって思わなくもない。このレンズはこういう自動絞りの世代にしては絞りバネが多くて8枚あります。この後の MC とかになってくると大体6枚になってくるのがミノルタのレンズ。ですからこの頃のやつはまだちょっと多いなっていう感じで、私は絞りバネが多い方が見た目が綺麗で好きなので、別にそれで何が変わるとかはよくわかってないのだけれど、見た目が好きなので今回はこのオートロッコールを買ってきました。買ってきましたって言ってもこれいくらだったと思いますか？これ500円なんだよ。すごくない？このレンズをいつもの富士フィルムの XE3 につけて撮った写真がこんな感じ。今回すべてフィルムシミュレーションはベルビアです。他のレンズもそうだよ。だからカメラ側でかなりサイドとコントラストは上がっているような状態だというのはまず頭に入れておいてください。で、それを抜きにしてもかなり綺麗に映るレンズだよね。やっぱりさすがはミノルタの単焦点っていった感じで、まあ、拡大はしないよ。拡大はしないんだけれど、こうやって普通に見ている分にはしっかりと映る。ボケもそんなに変な感じはしないですよね。とても素直なレンズだと思います。今回逆光体制とかね、そういうのわざわざ選んでやってはいないので、たまにお空に向けて撮ったりはしていましたけれども、そんなになんか空を入れると全然ダメとかそんなこともなくって、とてもとても普通に撮れるレンズだなと思います。まあ、このね、60年以上前のレンズで今撮って普通だなって思えるっていうのはすごいことなんだよ、実はね。次のレンズは今の人にはあまりメジャーじゃないメーカーのレンズ。これは三共工機のコムラ 200mmF3.5 というレンズです。このレンズもさっきのロッコールと大体同じぐらいに発売されているレンズです。ただしこのレンズはさっきのオートロッコールと異なってプリセット絞りです。そのおかげでこのレンズの絞りバネはなんと16枚もあります。すごい綺麗なんだよ。そして最短撮影距離はロッコールと同じ 2.5 メートル。やっぱりこのぐらいが標準的だったんでしょうね。で、ちょっとね、びっくりしたのは、このレンズの方が全然軽いんだよ。重さが 620g ぐらい。だからさっきのロッコールの 800g ぐらいからすると、まあ百何十 g ぐらいの差かな。そう言うとそんなに違わない気もしてくるんだけれど、でも持った感じは結構違うんだよ。さて、このレンズは映りがどうかっていうと、素直です。あれ、さっきと言ってること同じじゃないと思うかもしれないけれど、はい、そうなんです。あのね、わからない。はっきり言って違いがわからない。ミノルタでも、このコムラでも、あれ、なんかどっちも似てるぞってなった。だから、これはね、すごい素直でよく撮れるレンズだということです。まあ同じようにね、比較しろよって思うかもしれないけれど、めんどくさいじゃないか。だからそんなことはしなくって、普通に撮った時の感想なんだけれど、なんとなくね、なんとなくコムラの方が逆光というか明光には弱い気がする。同じような場所で撮っていても若干ね、コムラの方がフレアがかっているというか、ちょっとコントラスト落ちるかなみたいなことがあった。なのでその辺はコーティングの差なのか、あるいはレンズのね、構成でね、なるべく内面で反射しないようになってるのかなとか、よくわかんないけれど、よくわかんないけれど、まあミノルタの方がなんとなくちょっと逆光には強いかもしれない。
そうなんだけれど、使い勝手的なところはちょっと違って、まず重さ的なところで言うと、さっき言った通り、コムラの方が軽いんです。だから、持ってる時は、コムラの方がすごい使いやすかった。あれ、軽いじゃんって思って、これの方が便利だなって思ってたんだけれど、ピントがね、ちょっとね、ピントがねっていう言い方は変なんだけれどね、ピントリングの、なんていうの、このデコボコみたいなところが、コムラの方がね、ちょっと鋭利なんだよね。鋭利って言うと、なんか危ないみたいな感じになるかもしれない。そんなことはないんだけれど、ちょっと尖ってる感じがして、その辺はね、ミノルタの方が指にはよく馴染むなっていう感じではあった。ただミノルタは重いから指が疲れるんだよね。どっちもどっちだなって思いながら、まあそこはね、好みの問題ですよね。さあ、最後のレンズ。これが一番知名度はないと思う。だけれど、レンズのメーカーはものすごい有名。だってシグマだよ、シグマ。もう今やね、シグマの FP とかもそうだけれど、レンズだってすごい一大メーカーじゃないですか。そんなシグマの古いレンズ。このレンズは、シグマ XQ マクロシステムズーム 80mm から 200mm までの F3.5 というズームレンズです。急にズームレンズかって思うかもしれないけれど、今回はこれを 200mm の F3.5 だし、まあ仲間でしょと思って一緒に使ってました。私がわかることはもうここに書いてあることが全てです。名前と焦点距離と絞りが開放 F3.5 だっていうことで、最短撮影距離がだいたい 1.8 メートルだっていうこと、そしてなんとハーフマクロだっていうこと。謎だよね。謎なんだけれど、それしかわかりません。発売ね、わかんない。多分70年代ぐらいじゃないかなぐらいのは見たくないけれど、わかんないね。全然情報がないよ。このレンズがね、もう本当にね、癖が強いんだよ。本当に癖が強い。情報がないのもまあそうなんだけれど、まずこのレンズね、リングが4つあるんだよ。何って思うでしょ。何4つってって思うじゃないですか。まあ、ピントリングはわかるよね。あとズームリングか。まあ、あと絞りリングかっていうのはわかるでしょ。まあ、そうねっていう感じがするじゃないですか。あともう一つね、マクロ撮影用のリングが別にあるんだよ。うわ、めんどくさって思うでしょ。すごいめんどくさいんだよ。まあ、絞りリングはね、手元にあるから別にいいんだけれど、もうね、ピントリングとズームリングとそのマクロのリングがもう、まあでもマクロのリングはまだ根元だから分かりやすい方かな。でもあんまり使わなくなっちゃった途中からね。だんだん使わなくなっちゃって、まあ大変だな、これ4つもあるとって思いながら撮ってました。今回はこのレンズでだいたい 200mm で撮ってました。今回載せてるのはほぼそうです。まず開放の F3.5 で撮るともう本当にね、癖が強いんだよ。なんなのこれっていうぐらいモワッとする。ソフトフィルターつけたっけみたいな感じになるぐらいモワッとするし、なんか玉ボケもよくわかんないんだよね。なんか全然なんていうの、綺麗ではない。別に綺麗じゃないから悪いっていうつもりはないんだよ、ないんだけれど、少なくとも綺麗ではないし、なんだみたいな感じにはなる。で、ピント合わせづらって思って、やっぱりソフトだからね、輪郭がはっきりしなくって、そうするともう、ピント今どこに合ってますかみたいな感じになって、とても大変でした。で、さっきさらって言ったんですけど、この子はハーフマクロまで寄れます。マクロのね、リングを回してあげると、ハーフまでいけて、で、ハーフまでいけるのは 80mm の時だけなんですけど、こんな風に拡大して撮れます。なんだみたいな感じがするでしょ。なんだこのモヤモヤって。こうなるんだよ。なんかね、どっかで見たような感じだなって思いながらも、そう、この世代のね、シグマのレンズ、私もう一本持ってて、200mm の F3.5 の単焦点があるんですよね。それも開放だと、もうモヤ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 みたいなね、シューサマミレーみたいな感じのが撮れて、あー、これもかーってなった。同じだね。多分設計思想が同じなんだろうね。で、これをね、F11 ぐらいまで絞ると綺麗になります。まあ、それもそのはずっていうと変なんだけれど、このレンズ、さっきチラって見た時にあったんだけれど、絞りのところに F11 から先が緑なんだよね。先って言っていいのかな ?F11 より絞った時がね、緑色なんです。どうやら、マクロを撮るときはこっから先を使ってくださいってことらしくって、うわーってなるよね。くらーってなって。だから、今回はね、あんまり長い時間使ってないっていうのもあって、あんまりマクロは撮らなかったです。ただまあこれからね、冬になってくるとやっぱりあんまり被写体がなくなってきてマクロで撮りたいなって思う時はあると思うから、その時はね、もうちょっとたくさん撮れるかなとは思います。ちなみに 200mm でも絞ってあげればかなり綺麗にはなります。だからやっぱりもう絞る前提なんだね。
なんでじゃあ F3.5 があるんだとか思うんだけれど、非常用、非常用にしても、なんかすごいもやるからね、どういう時に使うのかな、わかんないけれど、まあ、でも絞って撮るのが正解なんだろうなとは思いました。だってピント合わないんだもん。開放だとなんかもやっとしてピント合わないんだもんって思いながら、とはいえだよ、8まで絞るとちょっと F8 までね、絞るとなんか暗いしなーってなってくるから、まあ 5.6 かなとか妥協しながら使ってました。そういうピントが合わせづらいとか、あとはリングが4つもあってとかいうのを抜きにしても、このレンズなかなか大変だって重いんだもん。とにかく重い。もう手がプルプルしてくるって思うぐらい重かった。なんでこんなにね、同じ 200mm F3.5 なのにって思うんだけれど、まあやっぱりね、ズームでね、F3.5 投資っていうのはそれだけ大変なんだなっていうことですよね。さあ3本使ってみて、じゃあどれがおすすめなんですかみたいな話になるかなって思うんだけれど、どれかな、難しいな。まあ一個一個ね言っていくと、まず一番最後に言ったシグマの80から 200mm のズームレンズ、ズームマクロ、これはね、もうかなり覚悟を決めた人にしかおすすめできないと思う。もう全然だよ。写りとかももうね、しっちゃかめっちゃかだしさ、で絞ると暗いしさ、で重いしさ、なんだみたいな感じになるから、そのなんだを笑いながら楽しめる人向けだと思う。スペックだけ見るとね、かなり魅力的なんだよね。あの、小三元って言われるやつだよね。多分70から200mm の F4 よりも、まあちょっと広角は足りないんだけれど、でもちょっと明るくって、っていうね。で、マクロモードもついてるから、接写にも対応できてっていうとさ、なんか、いいレンズじゃんって思うんだけれど、まあ、写りはあんな感じです。じゃあ、残る2つ、どっちがいいですか？ミノルタのオートロッコールと三脚後期のコムラ。どっちがね、この単焦点レンズいいですかって言われたら、私はコムラを押すかな。なんでかっていうと、写りとかよりは、やっぱり軽い。ちょっとだけでも軽いっていうのと、あとは絞りバネが多いっていうマニアックな部分もある。あともう一つあるとしたら、コムラーの方がね、分解がしやすい。すごい分解しやすい。本当にただただひねって外していったり、あとはカニ目があればね、別に取れちゃうよみたいな感じなので、本当に掃除がしやすいんです。だから、ジャンクでね、買ったりした時に、ちょっと汚れてるなって思っても、簡単に綺麗になりますから、その辺はね、すごい優しいレンズだなって思います。ね、古いレンズだからね、絶対完璧なものなんてないですからね。じゃあミノルタはいいとこないのかっていうと、そんなことはないですよ。ちょっと言ったけれど、逆光には割と強いような気はするし、あとは単純に見た目的にはミノルタのが一番好き。外装の感じはミノルタがね、金属って感じがするし、なんかレトロなレンズっていう感じがしてね、いいんですよね。まあ、コムラもね、かなりレトロなんだけれど、まあちょっとゴツゴツしすぎてるかなみたいな感じもあるから、ミノルタぐらいの感じがね、すごいシンプルね、でも重いなっていうね、その古いレンズだなっていう感じがしていいなって思います。他の焦点距離もそうなんだけれど、私ミノルタのレンズの見た目結構好きなんですよね。あのオートの頃のやつね、 MC とか、あと MD になってからのね、プラスチックな感じのやつはちょっとなんだかなって思うんだけれど、廃金属みたいな感じの見た目してるミノルタの世代すごい好きなので、そういうのが好きな人がこのオートロッコールは刺さるんじゃないかなと思います。ということで、今回は 200mmF3.5 という大人気のスペックのレンズたちを紹介しました。まあ大人気すぎてね、本数があまりにも多いのか、1本500円とかで売ってたりするので、皆様もお気軽に買いになってはいいんじゃないかなと思います。なんでみんなこんなに嫌いなのみたいな感じはしなくはないんだけれど、まあ実用上はね、確かにいらないよね。でもさ、1本500円とかだったらさ、もうほぼ無料みたいなものじゃないですか。だからやっぱり1本ぐらいあってもいいかなって思って、気がついたらなんか3本もあってみたいな感じになってて、あ、シグマの単焦点も入れたら4本かみたいな感じになってるから、あれって思うんだけれど、まあね、そんな感じでね、あの安いレンズですから、お気軽に試してみてください。かなり重いので、ちょっと辛いなって思うこともあるかもしれないんですけど、辛いなっていうのを楽しめる方にはおすすめでございます。いや、でももしかしたらね、皆様の中にはもう持ってるよとかね、たくさんあるよって方もいるかもしれないので、そういう方はね、ぜひコメントで教えてください。またね、全然持ってないよとか、なんでそんなの使ってるのとかね、なんでもいいです。雑談でも質問でもどしどしコメント書き込んじゃってください。待ってます。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。